の字は永です。上部は長めに出しましょう。4画目5画目の間はしっかり開けて、中心は右に寄ると綺麗です。最後は押さえつけないように。誰もが英会話ができることに憧れます。英語ができれば世界中の人と話せます。今や国際社会です。井の中の蛙にならないために、外へ外へと羽ばたきましょう。ちょっと待って、羽ばたく前に日本の伝統文化をきちんと知ってからにしましょう。まずは書道。危ねー。